こんにちは、高畑駅前接骨院院長の竹内俊之です。本日のストレッチはここの、脇腹の、筋肉のストレッチを紹介したいと思います。ここの筋肉は、主に肋骨から、肩甲骨につく、筋肉前鋸筋と、背中から腕につく広背筋という筋肉がここに、ついております。ですので手を上げたり、する動きや肩甲骨を開いたりとか、閉じたりする時の筋肉に、使っていますので、ここが硬くなってくると腕も上がりにくく、なってしまいます。ですのでこの、筋肉が柔らかくなるようなストレッチを紹介していきたいと思います。でこの時のストレッチで、このくらいの、長さの、タオルを使ってやっていきます。で座って、できますので座ってやります。タオルの両端を持ちまして、手を上に上げていきます。右側を伸ばしたいときは左に体を傾けていきまして、左を伸ばしたいときは右に傾けてやっていきます。手を上に上げた状態で、右の脇腹を伸ばしたいので左にこう傾けていきます。この時に真横に傾けることがポイントです。そうしてここの脇腹が伸びたなって思うポイントで3秒間ストップして伸ばしていきます。で戻していきまして、今度は左側を伸ばしていきますので右に倒していき、ここで3秒間ストップします。はい。でこれを左右やって1セットとすると、これを10セットやりましょう。はい、これを10セットやっていきますと、この筋肉が、だいぶ伸びてくる感じがしてくると思いますので腕も上がりやすくなってくると思います。座ってできますので、ぜひやってみてください。